皆さんこんにちは。今回の動画ヤオイ作曲最新219話を紹介していきます。前回218話の紹介動画、シャノガイオーラに発表なので気になる方はチェックしてみてください。あとこの動画を最後まで見て良いと思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。それではポイントでは前回の218話を見ていきます。前回の218話では西東京4強が決定、麻生告白成功、川上の実績が3つのポイントが印象に残りました。中でも3つ目の川上の実績が、このポイントは一番気になりました。川上は両駅企画を川上のメンタル面での恩師東先輩が差し入れしてくれた小鳥を飲みながら自分が投げた試合を食堂で見る予定でした。しかしここで川上に異変、小鳥を取ろうとしたがうまく取れずかに落下。その後あまりこのことについては触れることなく前回の218話は終了しました。川上はどうなってしまうのか、以前こちらの動画でのことについて触れています。まだ見てない方は下の概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。これらのポイントでは本日のメイン最新219話を紹介していきます。この最新話は西東京大会が準決勝を迎えようとしているということで、4強立下2校、地大三高と青道高校、各高校での練習風景などが描かれていました。三高の方では浜下の1校で大前の大が世代練習場に来ていました。中でも大前の大のエース真中と現三高エース浜下、この2人の会話が印象的でした。会話の方では浜下の新球種ラインのことについて話していた。なので改めてスライのことについて、いつ投げて何がきっかけで習得したのかを見ていこうと思います。このスライは浜下が3年夏の大会5回戦の悪質戦で披露していました。浜下は夏の大会前に伝家の宝刀スライダーをベースに、一見ストレートに見える変化球を求めていました。ここで浜下は春の大会で戦った青道沢村のナンバーセブンを参考にスライダーをカット気味に投げることで新球種が誕生。カットボールのようにバッターの手元で付属スライダーのように曲がることから、浜下はこの新球種をスライダーと呼んでいます。青道の方では1つ目沢村が若菜と名、2つ目、首脳陣が準決勝の参考戦に向けてミーティング、3つ目、川上の症状が疲れなかった。1つ目については後日改めてかな特集の動画を作ろうと思います。その他にも青道の方では大きな出来事がありました。それは以前から沢村が投げると言っていた変化球カーブとスライダー、この2種をこの最新話ではここまでキャッチボールしている時に披露されていました。カーブの方は沢村は手首をひねったり抜いたりする必要がある、変化球は苦手、そのこともあり沢村が投じたカーブはゆるゆるで曲がりませんでした。一方スライダーの方はカーブとは違い変化はしましたが、曲がりが速かったり曲げようの意識がありすぎて肘の位置が下がってしまう、この2つの欠点がありました。沢村のストレートリリース時に手首を立てバックスピンが効いているため肘が下がり手首を寝たらストレートの質が変わる、こういったことまで沢村は試合ではカーブとスライダーを投げていませんでした。しかし沢村はスライダーに関してはカーブよりも可能性がある、沢村が先ほど投げたスライダーの欠点は曲がりが速い、曲げように意識がありすぎて肘の位置が下がってしまう、2つのことが起きないように沢村スライダーに輪の回を加え試そうとしたところで最新219話が終了しました。次回の220話では最新話で沢村が試そうとしていたスライダーの改良版を披露、どんな変化をするか楽しみです。主の方で予想していくと、現在沢村は横に変化するボール、カットボール、カットボール回、スライダー関係以外は全て習得済み、他にも沢村は手首をひねったり抜いたりする必要がある変化球は苦手、つまり手首をひねったり抜いたりする必要がない変化球を習得できる、このことからあまりフォーシームと切れが変わらない高速スライダーを投げると予想します。リスナーの皆様、次回の220話で沢村はどんな変化球を投げると思いますか？思いついた方はぜひコメントしてみてください。この他にも次回の話では夏の大会4強に入った梨田月夫と東海大姿、これの2本も多少紹介されると思います。特に東海大姿のことについてはあまり情報量がないなので楽しみです。以上、今回は大連作特集最新219話を紹介しました。この動画を見て良いと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。また Twitter とインスタもやってますのでフォローの方お待ちしております。